ギャルゾー、どうもヴァンパイアズトークのお時間です。このチャンネルは X ジャパンやルナシー、ラルク・アンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで音声が中心ですので、作業中の BGM 代わりに聞いていただければと思います。皆さん明けましておめでとうございます。本年度も何卒よろしくお願いいたします。挨拶遅れました。もう1月も7日なんですけどね、ようやく新年一発目の動画を出す気力とコンディションとモチベーションがとタイミングがようやく揃ったという感じで1本目出させていただきます。新年の抱負ですけど、今年はそうですね、登録者数5000人いって、で来年はもう来年何してますけど、来年は1万人いって、で再来年は2万人いってみたいな感じで、こう倍でね、あの登録者増やしていきたいなと思ってます。まあ、登録者数増やすしたいかっつったら、そこまで別に増やさなくても、今でももう ありがたい、素敵な視聴者の皆さんに囲まれてますんで、そんなにこう増やしたいっていうのはないんですけど、まあ、できればね、やっぱ何でしょうね、地元の、私の地元宮崎県なんですけど、宮崎県の、地方のラジオ局でラジオやりたいとかね、あとは、日本武道館でイベントやりたいとかですね、東京ドームを7日間借りてライブやりたいとかですね、でカレーが辛いってね、リハーサルをすっぽかしたりとかですね、やっぱそういうこう伝説に残るようなことやりたいなと。いや、そのためにはやっぱり、登録者数が多い方がですね、イベントやりやすいと思うので、まあ、そこをちょっとね、今年は目指してやっていきたいなと思ってます。はい、本題にあります。お待たせしました。新年一発目なんですけども、ツイッターでですね、結構話題になってる、まあ、結構かな、私の周りだけかもしれないですけど、話題になってるですね、広告がありまして、これ皆さんどう思いますかっていうね、皆さんはどう思いますかっていう、問いかけなんですけども、日経新聞のですね、広告紹介アカウントがあって、渋いアカウントですけどね、1月5日掲載の広告で、オーシャンオブストームズと、2024-01.11 ニュームーンとだけ書かれた非常にシンプルな紙面、一体何の広告なのか皆さん分かりますかという問いかけがございまして、こちらでございます。で、新聞広告といえばですね、2024年の元旦かな、ラルク・アンシエルとグレイがですね、新聞一面使って広告を出したということで、本当にこれは2024年なんだろうかと、1997年ぐらいなんじゃないかっていう気になっちゃったんですけども、でこの広告が、まあ、一部のスレーブの皆さんがですね、大騒ぎしてるわけですね。これはルナシーのなんかの発表だろうと、皆さんどう思いますかっていうことなんですけどね、まず一つがこのニュームーンですね。だいたいルナシー関係の発表って新月にあったりとか、することが多いんですよね。あと月食とかね、月食とか皆既月食、満月、新月、まあ、こういうこう月にまつわる、月の満ち欠けだったり、まあ、月のこう、状態でですね、ルナシー関係の発表ってそこに合わせてですね、あるということが多いので、まあ、一つはそこ、あとはオーシャンオブストームズっていうフレーズですか。まあ、ストームってね、まあ、もちろん皆さんご存知、ストームですから嵐ですよね。まあ、まあ、あとオーシャンですねオーシャンと嵐が一緒になっておろしってなっちゃいましたけど、おろしじゃなくて、オーシャンといえば、まあ、海、まあ、大海、太平洋とかの洋っていうイメージですけどもね、ということで、まあ、ちょっとルナシーっぽいっちゃルナシーっぽいですよね。月があって、まあ、まして新月があって、で嵐があって、で海があってですから、まあ、月と海とね、まあ、ムーンとオーシャンでも、まあ、月と海ですから、まあ、言い換えればルナシーですけども、まあ、そういったところからですね、これルナシー関係の、告知があるんじゃないだろうかということで、ルナシーだと信じたいとかね、ルナシーの全国ツアーの告知でしょうか、ルナシーだと嬉しいですみたいな感じなんですが、まあ、ここにもですね、ブランクペインとスウォッチかなの新月の日に出る限定版じゃないかとかですね、まあ、結構皆さんいろいろ予定してるんですが、まあそうですね、ブランニューカオスの時のデザインに似ているっていう指摘がありますけど、私もちょっとそれは思いました。そのルナシーにしたフォントがちょっとね、ルナシーっぽくないフォントだなと思ったわけですよ。
まあ、強いて言うんだったらその、はい、あの CY の頃のルナシーですね、終幕する直前の頃のルナシーの雰囲気のあるフォントだなとは思いましたけれども、ちょっとルナシーっぽくないなとは思うんですよね。まあ、ですがブランニューカオスの頃のフォントじゃないかなみたいな、ね、とか言ってますけど、まあ、結論から言うと私の考えではですね、まあ、時計なのかなって気がするんですよね。時計の宣伝ですかねっていう感じですかね。ただまあまあ分からんですけれども、ルナシーだといいなと思うわけですよね。で結構、はい、村村隆一さんとかね、面白ルナシーアカウントの人とかがですね、いやそんなこと言ってないですね、失礼だ、はい、新月の日の発表ということでルナシーなのかなとか、ね、みんな大騒ぎしていますわ。で私これいいなと思ってね、あの多分ルナシーじゃないと思うんですよ。私は冷静に考えてね、日経のそのなんだろうな、日経新聞の広告に出すってちょっとルナシーの、ターゲットと違いますし、もったいない、ラルクアンシエールやグレイのように一般紙に出した方が絶対にいいですし、あとやっぱ美意識的にもね、さっきも言いましたけども、ちょっとルナシーのセンスじゃないと思うんですよね。オーシャンオブストームズ、まあ、オーシャンって感じじゃないですもんね。ルナシーはもっとこう静かな海っていう感じですし、まあ、さっきも言ったようにそのフォントがね、ちょっとルナシーっぽいフォントではないなという気もするわけですよ。ですけどね、いいんですよそれは、こんなにね、あの限られた情報で、スレイブの皆さんが想像力働かせて、うわルナシーかもしれない、ルナシーだといいな、ルナシーじゃないかしらって思ってるこの状況が素敵だなと思ってですね、取り上げたっていうことですね。やっぱりその我々スレイブは情報に飢えてるというか、ルナシーの活動に飢えてますし、ちょっとでもねルナシーっぽいところがあったら、あルナシーじゃねえかなって思っちゃうっていう、このなんだろうな、スレイブの修正がなんか楽しいなと思うんですよね。しかもその結構ルナシー、まあ、ラルク・アンシエルもそうですし、 XJAPAN やグレイもあの爆竹だってそうかもしれませんけど、広告結構凝ってるじゃないですかあの人たちってね。でルナシーもこれまで数々のね、やっぱりその、 あの私たちスレイブの考えを裏切るような、あのいい意味でですね、裏切ったり驚かせたりしてくるっていうのを広告でも、音楽やライブだけじゃなくてね、広告でもやってきてますから、これももしかしたらルナシーなんじゃないかなみたいな感じでこうワクワクさせてるっていうこの状態が、まあ、すげえ素敵だなとやっぱ思うんですよね。いや考えすぎだよっていうこともできちゃうんですけども、いや我々はあのやっぱり想像をね、あの想像力豊かな人間ですんで、あのこういう広告も楽しんでね、ルナシーかもしんないねっつってね、ワイワイ言ってるっていうのもいいなと思うんですよね。あ、この方もいろいろ言ってらっしゃいますね。オーシャンオブストームズは月にある海イコールルナシーだし、紙面上にオーシャンとムーンがあってルナシーだし、ストームはルナシーの曲名だし、でかい発表は新月か満月にするのがルナシーだし、もうルナシーとしか思えないですね。グレイ・ラルクの新聞広告に続くとしたらルナシーだしもう全部ルナシーにしか思えない。オーシャン・オブ・ストームズは月最大の海イコール過去最大規模のルナシーツアーと、もうルナシーにしか思えなくなってきましたね素晴らしいですね本当ね。はい、まあ、結果違ったとしてもね、まあ、このオーシャン・オブ・ストームズが、まあ、時計ですか、スウォッチとかの、まあ、なんかの時計だったとしても、こんだけこう響いてるわけですから、まあ、結果知名度の向上にもつながりましたしね、まあ、違ってたからつって別に怒られたりすることじゃないというか、まあ、目くじら立てなければ、まあ、全然いいんじゃないかなと思うんですよね。こうやってちょっとでもね、あの話題になって、まあ、広告主が全然ターゲットにしてなかった層が騒いでますけどもそれはそれで、まあこんだけね話題になったらいいんじゃないかなとか思いますけどね。まあ、こんな言ってて本当にルナシーだったらもう大騒ぎですね。私もあの謝るしかないですね。土下座の動画を撮るしかないですけど、はい、タイムハズカムってことかな。もうルナシーのスレイブの皆さんしかつぶやいてない。ああ嵐の再始動かと思っちゃった。なるほどね、ストームって言ったら嵐ですからね。確かに確かに、日経新聞、まあ確かにね、日経新聞出してもいいですけど、おもろいですね。はい、やっぱりルナシーに私たちの想像力って鍛えられてるなと、あのイメージの力ですね、本当ね、イメージしなさいってことです、ね、
はい、ということで皆さんはどう思いますかと、コメント欄でですねまたご意見聞かせていただけると助かります。もしかしたら分かってる人がいてね、本当はこれですみたいな、全く私たちが予想もしてない角度の正解が出るかもしれませんので、皆さんの英知を、コメント欄に、集めてください。まあ、こんな感じで今年もまあしょうもないネタからちゃんとした音楽ネタからですねいろいろやっていきたいなと思ってますので、まあ気軽にお付き合いいただければと思っております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。